つもは本当指先まで意識してお芝居をしてますけど、顔だけっていう、本当その瞬間だけに意識がある状態で意識で持っていくって、むしろこれはとても贅沢なことだって思えたんですよね。それは今日まで幽遊白書の現場でやっぱり丁寧に一つ一つ現場を作っていった各部署が見せてくれた景色があったから、さらに新しい景色を見つめることができたんだと思いましたね。僕ほぼ相手なしで芝居してたからね、日本でも一人で、じゃあここにユウスケいます、ヒエいます、クラマいます、弟ここですみたいな感じで誰もいないのに一人でこんなの芝居してましたからね。あれがどうなるのかって楽しみですよね。